ベルファートの飛行船のモデルフリードリッヒ・ヘルマン。ベルファートは、ドイツの印刷業者で飛行船のパイオニアである。クライス・ソンジャーハウゼンのリエセノードハウゼンに生まれた。1870年に、ライプツヒで、進学、哲学を学んだ。1873年に自ら出版社を、設立した。自らの執筆したものを含めて、50冊以上の本と、新聞を出版した。 1879年にドイツの飛行船の船区の一人で森林管理官のゲオルク・バウムガルテンと出会い資金面も含めて飛行船の開発に協力した。バウムガルテンが設計した飛行船の実験を行ったが政府がバウムガルテンの実験を禁止した後はベルファートの名前で実験は続けられた。1880年1月31日、トリゲンデリア・フチャフが飛行し、 墜落したが、さらに軟式飛行船の実験を続けた。1881年9月8日に航空振興協会を設立した。1881年に出版社を売却し、1884年にバウムガルテンが没した後も人力駆動の飛行船ドイチュランドなど7機の飛行船を制作した。1887年のドレスデンでの飛行の記事を、 ゴットリープ・ダイムラーが読み、ベルファートをカンシュタットに招き、航空機用の内燃機関エンジンを開発することになった。1888年8月10日、ダイムラーのスタンターエンジンを積んだ飛行船はカンシュタットから 10km の距離を往復した。その後各地で飛行を行った。1896年からのベルリン大商業、博覧会に飛行船を展示し、 ハンガーをスポンサーが建設し、少なくとも3回の飛行を行い、1896年5月20日に、当時の記録の1940メートルの高さに到達した。1897年6月12日、ギリシャ、中国、日本からの大使、軍人などの品格を迎えて行った飛行で、数百メートルまで上昇した時、飛行船は災いに包まれ、ゴンドラは地上に落下し、 ベリファートは死亡した。ありがとうございます。